はい、どうもコンパンダ無限パンダチャンネルです。さあ、本日はこちらジャッジアイズ死神の遺言の第3回目をやっていきましょう。さあ、前回の続きなんですけどね、どの辺だったかな。ああ、喫茶未条例へ向かうっていうね。未条例へ向かいましょう。バトルもやっていきたいよね。ちょっと、あれ戦えんじゃない。残念だったね。オーケー。いい加減にしろよ。さあ、こうやって小銭を稼いでいかないとね。メインストーリーを進めつつ、キムタクをレベルアップさせていきましょう。これを見たらやっぱ新宿歌舞伎町行きたくなるもんね。こういう街並みちゃんと再現されてるらしいんで、危ない危ない危ない。ちゃんと再現されてるらしいんでね。いいねえな。おい、おのんよ、おら。来い来い来い、おら。おい。おい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 、うれぇ、おいおい、うれぇ、おいや、おいおいおい、うれぇ、けいしゃい。しばらく寝とけって寝とけっての。ちょ待てや、しばらく寝とけっての。ちょ待てや。寿司三昧行きます。いらっしゃいませ。何食べる。高っ。特選寿司三昧食うかね。オッケー。こりゃうまい。うまそう。寿司食いたい。皆さん寿司ネタ何が好きですか。自分はね、子供かって言われるとあれなんですけど、エビが大好きです。蒸しエビが、もう蒸しエビ最強っすね。ここかな。未条例あった。2階か。よいしょ。あ、いた。おお、こっちだ。それ昼間から怪しすぎるだろう。タモさん、タモさんじゃん、もう。というわけでサウナ御殿の周り聞き込んだんだけど、やっぱ頭のアリバイを証明できる証言は取れなかった。わかった、よし。で、そっちが俺を呼びつけた理由は何。新しい情報が入ったんだ。お、ま、こいつを見ろ。なんだ。警察がマスコミに公開してな、例のアムール前の防犯カメラ映像。防犯カメラ、羽村も被害者の久米もバッチリ映ってたよ。事件前に頭と久米が揉めてた映像ってことか。警察はそんなの掴んでたんだな。いいか、再生するぞ。あ、バッチリ映ってる。あー、これ逃げた、あの一緒にいた連れの組員だね。あ、本当だ、連れ込まれてる。
この画面の端を逃げていくのが久米の兄貴分。ああ、名前も分かった。村瀬明。村瀬明。久米と同じ教令会の組員だ。警察の取り調べを受けた後、今もカムロ町にいるらしい。多分近くに教令会のアジトがあるんだ。ってことはこいつを探すのかな。よく撮れてるなこの映像。これじゃ頭も言い訳しようがない。それにまだ続きがある。さっきのから1時間後の映像だ。続きの映像って何のことだ。拉致から1時間後、羽村と久米を残して組員たちとアムールの店長が店を出てってる。羽村と久米だけまだ店の中ってことか。え、何やってたんだ。なんで2人だけ残った。さあな、羽村も俺らにこんなこと言ってなかった。確かに。この映像の時点で夜10時、久米の死亡推定時刻までまだ4時間ぐらい空いている。問題はその間店の中で羽村と久米が何をしていたかだ。事件直前の羽村が殺された久米と二人でいたのは間違いないってことか。で、羽村はその後久米をどうしたって言ってたっけ。頭は確か12時頃久米を店から叩き出したと言ってたの。その時自分も店を出てサウナに行ったと。ってことは2時間を二人でいたってことか。羽村や子分以外の人間からも話を聞いておきたい。そこでだ、八神、お前はこのアムールの店長を当たれ。ほうほうほう。先に言っとくぞ。ああ、弁護人はあんた。裁判にどんな調べが必要か決めるのもあんた。それでも調査のやり方は俺が決める。いや、でもどうせその店長と話すんだろう。だとしてもだ、あんたに指示される感じが嫌なんだよ。わ、はっきり言うね。お、8時。いいね、こうやって物語を進めていくだけでもうちゃんとこうゲージが溜まっていくのはありがたいね。クラブアムールへ向かうと。向かいましょう。あの一番奥か。こんな時間にいるのか。クラブアムール、ここを撮影していた防犯カメラがあるはずだな。映像の角度から防犯カメラの場所を見つけよう。この辺だよね、確か。1からしたらどこだ。あれだ。どこだ。これだろ。あった。開け、入れんのか。ん？おい、誰だよ、あんた。ここで何してんの？いや、少し話を聞きたくてね。バイトかな？今いいかな？はい？12月3日の事件のこと。ああ、俺、その日いなかったんだよね。聞くなら店長に頼んますよ。夜まで来ねえけど。その店長ってこの人。ああ、そうそう。店長の名前は荒垣。連絡つかないかな。少し話したい。迷惑かけないよ。どうかな。ちょっと待って。やっぱ携帯切ってるわ。あの人昼間はいっつもそう。大抵はこの辺で遊び回ってんだけどな。
カムロ町にはいるわけか。大抵は。わかった。じゃあちょっと探してみるよ。めんどくせえな、もう。どうやって本当に。色や。街中歩き回って。一つ心当たりがあってね。こういう人探しのうまいやつがいる。店長の名前と顔はわかってるわけだし、ダメで元々だ。はあ、そんな人はいんの。まあ頑張ってよ。ありがとうな、助かった。そういえば裏口があるはずだったな。羽村はそこから店を出てったと言ってた。あ、裏口からね。ここか。ここがアムールの裏口か。お、防犯カメラ。って、せっかくあるのに壊れてんのか。事件の夜、羽村はこの裏口から久米と店を出たと言ってた。カメラが生きてればその様子が映ってたはずなのにな。なるほどね。さて、アムールの店長の居場所だけど、人探しがうまい。あいつの力を借りるか。あいつはいつもの店にいるはずだ。ネットカフェ、も、ま、満体。満体に行ってみよう。ちょ、あい、やばい。ヤクザが歩いてきてる。おい、いきなりかい。すげえな。おりゃ。ったく、時間食っちゃったよ。店員さんごめんね。窓バキバキに割っちゃったけどごめんね。弁償はちょっとできないけど、すいません。どこどこどこ。おいおい、めっちゃ出てくんな。なんだ、どこだこれ。おい、おりゃ。ゲイ。ったく、いい加減にしろよ。強い。キムタク強い。ここか。カフェってやつね。どこにいんだ。あ、ここ。ここだ。やっぱりここにいたか。お、矢上氏ですか。まさか一緒にゲームしに来たのですか。え、そんなわけありませんね。何の用です。ちょっとお前の手を貸してほしくてな。つくも。つくも。こいつはつくもまこと。名字も珍しいが名前も珍しい。ネットを通じてあらゆる情報を集めるハッカー。ハッカー、情報屋ってわけだ。なるほどね。察するにまた探偵のお手伝いですね。今度は猫探しですか、それとも失踪人探しですかな。人を探してる。クラブアムールの店長で名前は新垣。この近辺で遊んでいる可能性があるが、さすがにカムロ町中を一軒一軒探すのは骨が折れる。いけませんね。足を使った人探しなど時代遅れですぞ。どれ、あなたのスマホを貸していただけますかな。スマホ？おう。何すんだ。
おや、おやおやおや、ヤガミ氏、ユッターのアプリ入れてるではないですか。ユッタ？ああ、例のつぶやきやのことね。ところが、この僕の手にかかればこいつも人探しツールに早変わりなのです。本当か？どうやるんだ？システムに侵入しますので少々お待ちを。これでよし。八神氏、この画面を見てくだされ。試しに何か検索ワードを入れてみましょう。まずは名前からですかな。じゃあ新垣。次は検索期間を狭めてみましょう。わすごい。とりあえず今日と。ほら、このように誰かがユッターでつぶやいた場所が地図上で確認できるのです。まあそのためには管理者権限でシステムに侵入する必要があるのですがね。へえ。しかし128件ですか。もうちょっと絞り込まないといけませんな、うん、って言われてもな。では知っていることを何でも入れてみましょうか。八神氏、先ほど店の名前を言っていましたね。アムール。カムロ町のクラブアムール。では新垣クラブアムールで検索してみましょう。ほら見てくだされ、一つに絞れましたぞ。これが新垣のつぶやきなのか。いえいえ、彼に関する目撃談です。ですが大きな手がかりになるはずです。10分前だね。何せこれは10分前のつぶやきですから、この人はまだ近くにいる可能性があります。つまりこの人の元にすぐさま向かい、新垣氏がどっちに行ったか聞いてみればいい。なるほど。本当か。それじゃあ今すぐ行ってくる。八神氏、あなたのマップアプリにもつぶやき地点をマークしておきました。有効活用してくだされ。ああ、助かった。たまには外に出ろよ。出るわけないじゃないですか。オッケー、ありがとう。いつくもさあ、どこ？あ、あの辺。どうでした？どの人？どの人？え？どこ？あ、あの人か。ちょっといい？あれ？八神さんじゃない。どうしたの？クラブアムールの店長を探してるんだけど、今どこにいるか知らないか？ああ、彼ならさっき見たけど、すごい機嫌悪そうだったよ。きっとパチンコでボロ負けしたんじゃないかな、うん、それでどっちの方に行った？太平通りの方。きっと寿司でも食べに行ったんじゃない？太平通り。は？寿司？パチンコ負けたんだろ？なんでそんな豪勢な飯食うんだよ。分かってないな。負けた時だからこそ気晴らしに寿司なんだよ。5万10万負けた時はもう1万くらい減ってもどうってことないだろ。いや、そうか。逆に勝った時はお金使うのがもったいなくてせこくなったりするもんなのさ。ああ、そういうもんかな。ああ、そういうもんか。まあとにかく太平通りの寿司屋だな。助かったよ、ありがとな。オッケー。太平通りってあっち？あ、寿司三昧か。ここか。ごちそうさん。あ、いた。あ？新垣さん？アムールの。なんだよ、あんた。八神探偵事務所。12月3日の夜にあった事件のことで。ああ、あれ。俺、よく知らないんだ。悪いけど。あんたが知らないってことはないだろう。本当にわからないんだって。じゃあ証拠見せようか。あんたが事件の関係者だって証拠。アムール。どれだ？アムール。
羽村が久米を守る店内に連れ込み、居合わせていた久米の連携を村瀬がその場から逃走するようするっていう事件。店内に羽村と被害者が出撃できない、警察さんの通学時間、これだな、これだ、これだ。事件当日、あんたは松金組の連中と一緒にアムールを出て、この時店にいたのが羽村の頭と被害者の久米だ。あんたも立派な関係者だよ。なんだよ、参ったな。別に俺は怪しいもんじゃない。羽村を弁護するために動いてるだけでさ、少し時間をもらえればそれでいいんだ。そうか、まあいいや、分かったよ。うん、へえ、あんたよく店長見つけたじゃない。おかげさまで。12月3日の夜9時頃、この店で何があった？いや、だから羽村の頭がね、例の久米って関西ヤクザを連れ込んできたんだよ。ほんといきなりな、驚いたよ。その時他の客は？あの3、4人くらい。でもヤクザが怒鳴りながら入ってきたんで、みんな帰ってったよ。店の女の子たちもその時俺が返した。うん。その後は松金組の人たちが久米に焼き入れてたよ。1時間、1時間くらい。今の俺から聞いたって言わないでくれよ。分かってるよ、大丈夫だから。で、10時過ぎになって急におかしなことになってさ、みんな羽村の頭に返されたんだ。店長の俺までだよ。ああ、出てくる、あの時ね。店の中は頭と久米の2人きりになった。ああ、なんで頭はみんなを店から返したんだ？なんか久米が昔のダチに似てて、それでちょっと2人で話したくなったとか、そんな風に言ってた。また妙なこと言い出したな。まあ松金組の連中もそう思ったろうけどさ、でも頭がそうしたいってんだからしょうがないよな。だから俺もその後のことは知らないんだよ。わ、この店長からしか聞けないことが今さ真っ先に聞くべき。いつも裏口の防犯カメラについて。裏口の防犯カメラ壊れてるよな。あ？ああ。いつから？先月頃。多分酔っ払いかなんかに壊されたんだけど、まあどうせ元々録画もしない飾りだったから。なんだ、そうだったのか。店内での暴力について。久米がリンチされてた時、あんたは何を？何よって、そりゃひたすら黙って見てたよ。でもそのリンチで人が死んだりしたら店としてもまずいだろう、ね、なんとか通報しようとは思わなかったの？通報しないよ、バレたらおっかねえし。それにリンチっつってもね、全然大したことなかったんだよ。みんな手加減してたから。手加減？手加減？せいぜい頭はたいたり小突いたりする程度。たまに強めに入っちゃって鼻血とか出してたけどな。どうもありがとう、助かったよ。もういいんだね？あんまりなんか進展してないな。何をされてます？あ、電話。もしもし。海藤さんだ。海藤だ。今どこにいる？アムールって店を出たとこ、スッポン通り。アムール？松金組がケツ持ちしてる店だよな。ああ、事件の晩その店に羽村と被害者が二人でいたんだ。それより何かあった？ああ、そっちが済んだんなら事務所に戻ってくれ。なんで？まあ急ぐ話じゃねえ。クリアわかる。じゃあな。なんだ、急ぐか。
夕方になってるね。はい、ただいま。女の人来てる。あれ、なんでお前が。お前とか言っちゃダメだろ、タボ。ごきげんよう、八神くん。藤井真冬、かわいいね。言っとくけど、真冬ちゃん、お前とより戻しに来たわけじゃないぞ。より戻すって、元カノなのか。言ってませんから。あ、そういうわけではないのか。失礼しました、ケンジ殿。あ、ケンジなんだ。なるほどね、もともと弁護士とケンジだったんだ。仕事の話で来たの、当然だけど。仕事？松金組若頭羽村恭平の例の事件、検察の方で起訴にしたから。八神くんも絡んでるんでしょ。早耳だな。源田法律事務所の情報は私に筒抜けなの。沙織さんから聞いたのか。相変わらず仲いいな。当たり前でしょ、幼馴染。ああ、そういう繋がりなのか。それに大学同期か。さ、羽村の件だけど、もう起訴なの。逮捕したばっかりなのに。担当検事は前から羽村に目をつけてたみたい。逮捕するまでずっと泳がせてたんだって。その担当検事っていうのは泉田検事。なんかそんな気がしたんだ。泉田ってターボーが無罪取った時の検事か。ああ、因縁があんのか。3年ぶりの対決ね。いや、俺が法廷に立つわけじゃないから、そういうのは新谷がやる。やっぱり弁護士に戻る気はないの？こないだ源田先生にも言われたよ。その話はもういいって。そっか。かわいいな、真冬。検察からもなんかうちに仕事ないかな。真冬だったら安くするよ。前から思ってたんだけど。ん？八神くん、探偵なんて全然似合ってないからね。わあ、はっきり言うね。実写だと長澤まさみさんっぽいね。電話で済む話だったな。なのにわざわざ会いに来たわけだ。どう思う？外もう暗いな。ちょっと送ってくる。やさお。ふん。真冬の後、あ、いた。真冬、なんだお前は。何あれ、検事生、八神くん、何してんの。いや、お前を送ってやろうと思って。え、そうだったんだ。ふん、そうか、君が八神弁護士。森田邦彦、東京地検検事生。めっちゃ偉い人じゃん。うん。こちら森田検事生。それとご存知、泉田検事。うわー、来た。これが泉田か。久しぶりだな、八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。これは実写は海老蔵だね。海老蔵がやるね、これ絶対。泉田警部、今回は君が羽村の弁護を。いや、弁護人は新谷先生だ。俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃあまた。
君は今探偵やってるんだってな。一度は無罪を勝ち取った弁護士なのにもったいないな。めっちゃ嫌味があるな。あんたが相手だから勝てただけだよ。ほざいての野良犬が。お前のデタラメな弁護で誤信が生まれたんだ。そのせいで一人の女の子が殺されたんだぞ。ん？どこがデタラメだった？検事だったら具体的に言ってみる。何もかもだ。もういいだろう、泉だ。やめましょう、泉田さん。送りに来てくれてありがとう。失礼する。なかなか渋いな、今のおっさん。あの貫禄、若い女は参っちまうぞ。だったらなんだよ。いや、なんでもねえ。で、仕事の話だけどよ、次はどうする？検察は頭の起訴を決めたってことだった。うん。源田事務所に行って新谷と打ち合わせよ。海藤さんも一緒にいてくれ。分かった。なら俺は先に行ってる。ん？なんで？お前はまあ、その少し頭冷やしてからゆっくり来いや。なるほどね。ちょっと余計な心配だっつ。ちょっと熱くなっちゃってるから。お、つくもからメッセージ。八神氏、悪いのですが、ちょっとお使いを頼まれてくれませんか。さっきの件の依頼料代わりということで。分かった、どんなよ。ラブスターのレアもののフィギュアです。恵比寿屋で売り出されてるという確認があったので、僕としたことが発売日に買い逃してしまって、この機会入手しておきたいのですよ。なるほどね、了解。恵比寿屋っていうと質屋か、すぐ近くだ。つくもにはいつも手伝ってもらってるし、デブ症のあいつの代わりに買いに行くか。フレンドイベントつくも、なんだ、まあ、ちょ買いに行きましょう。そのめっちゃこんな路地裏、ここか。いらっしゃいませ。買いに来た。あ、これだ。めっちゃいい値段するじゃん。ありがとうございました。ちょっと待って、いらっしゃいませ。なんか売れる銀の皿とか持ってたよね。これ売ろうか。オッケー、ありがとうございました。結構な額になるんだな。よし、つくもに買いに行きましょう。オッケー。なあ、いえ。はあ、ハハお、すげえ。フレンドになった後、彼らの元を訪れるとアイテムをもらえることがあります。アイテムがもらえないときはしばらく時間を置いて再びフレンドに会いに来てくれる。ああ、住人と親交を深めてフレンドになろう。街の中には左図のアイコンがついた住人がおり、彼らと絆を深めることでフレンドになることができます。フレンドが増えると街の評判が上がり、仕事の依頼が増えます。また仲良くなったフレンドの特性に応じ様々な恩恵が得られるようになります。
絆ゲージについて、フレンドになるためには各住人との絆ゲージを最大まで上昇させる必要があります。絆ゲージはその住人の悩みや問題を解決してあげることで上昇していきます。連続して交流することができない場合はしばらく時間を置いてから会いに行ってみましょう。なるほどね、仲間増やせばいいのか。じゃあ源田事務所行くか。ちょっとその前に腹ごしらえしていこう。どっかないか。あ、バーガー屋さんあるやん。ここ。いらっしゃいませ。何してる？スマイルバーガー。やっぱ照り焼きしよう。照り焼き好き。照り焼きとポテト。あ、体力全開してるから食えないのか。オッケー、じゃあこれで。こりゃうまい。照り焼きバーガーうまそう。ありがとうございました。どういたしまして。お、なになに。私にスマイルをくれませんか。ん、何、俺どういうこと。え、はい、ああ、お願いします。これミニイベントかな。ああ、フレンドイベントだ。飯田花江か。話に乗ろうよ。まあ特別メニューはちょっと興味あるからやってみる。ありがとうございます。では店の外観。何をどうすればいいの。それじゃあ写真を撮りましょう。満面の笑みでお願いしますね。自撮りについて、カメラアプリを起動して L3 を入力するとカメラをインカメラモードに変更することができます。サイド L3 を入力するとアウトカメラモードに、インカメラを使えば自撮りをすることができます。自撮り時は以下を入力することで表示を変えることが。なるほどね。写真映えのする場所を見つけてさまざまな自撮り写真を撮ってみましょう。いいね。あ、いいじゃん。これでこんな感じでいいのか。こんな感じ。こんな感じでいいか。この辺でいいか。 OK。 はい、チーズ。今だ。その日全然評価良くなかったよ。なんで。ああ。なんだよ。また来ればいいんだよね。また来ます。ここが終わったらとりあえず今回は終了しようかな。どうぞ。おい、八神、なんで先に怪盗だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。まったく、お前も座れ。言い方ね。そういう言い方はそれイライラするわ。ちょっと話しとく。源田先生、さっき真冬君から連絡があったぜ。いよいよ裁判に向けて本格始動だな。新谷ともうまくやれよ。なるほどね、了解っす。 OK、 座ろう。事件の捜査資料が手に入った。事件の流れ、鑑識の結果、
それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。なるほど。どれどれ。その前に、ん、お前ら役割はわきまえておけよ。特に八神、そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。ん、わかるな。了解。弁護人はあんただ。では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。それでいい。じゃあまずは現場の資料だ。はあ、12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報、うん、急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。目がなかった死体だよね、確か。クイックサーチモード、クイックサーチモードは証拠品などのものを調べる際に使用する機能です。クイックサーチモード中は画面の左側に調べる対象の全体像が表示されます。カソルを合わせたところが画面の右側に拡大されて表示されます。調べられる場所は右側の拡大表示の中に出現します。拡大表示の中に調べられる場所があるとき、丸を入力すると、その場所に調べることができます。いろいろな場所を調査して捜査目的を果たすと終了です。なるほど。これは、あ、ここか。まず調べる。被害者は関西協力会の組員久米敏郎。下っ端で特に肩書きもない、うん、遺体に軽く暴行された跡はあるが、直接の死因は眼球を突き刺した傷だ。アイスピック状の凶器が脳にまで達したとみられる。聞いてるだけでしんどくなるな。まったくだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。うわー、えぐ。構想中の登場会から凶霊界への見せしめと考えるのが自然だ。まあ普通だね。だからもし羽村の頭が無実だとしても、真犯人は十中八九登場会の人間。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し、俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。それさえできりゃ羽村は無罪だ。他どっかある？調べられる。死体の目は調べたでしょ。怪しいな、うん、なんだこれ。死体発見現場の地面にはほとんど血痕がなかった。ほうほう。このことから実際の殺害現場は別の場所と考えられる。アムールの店内がその第一候補だ。どこだ。時間割り出すヒントあるか。あ、これか。事件の晩、近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てている、うん、その時まだ異常はなかった。2時にはまだ死体なかったってことか。この死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことになる。うーん、ん、あ、被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。スマホは壊されたんだろう。GPS の位置情報も拾えなかったらしい。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はしている。以上か。なるほどね。アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか。もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前の久米だ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。嫌な言い方するな。検察の見立てはどうなってる。この事件のストーリーは。まず事件の背景として関西の協力会と登場会との抗争がある、うん、これまでにも協力会の極道が2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は協力会と敵対する登場会の犯行である可能性が高い。ここまではいいな。
事件はヤクザ同士の抗争である可能性が高い。東条会と関西強霊会の抗争ってことだ。いいよ、続けてくれ。じゃあここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。うん。12月3日夜9時過ぎ。すごい、めっちゃリアル。神室町のクラブアムール前、松金組若頭羽村恭平と強霊会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際村瀬は久米を残して逃走している、うん、羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と組を残して全員を店から返した、うん、ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。この後検察が言うには、羽村は二人きりになった後組にさらなる暴行を加え続けた、うん、そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。いやいやいや、遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し羽村は、午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張、うん、しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。うん、アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液反応、そしてアリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。まあそうやね。まあ羽村が疑われる理由は山ほどあるよな。確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただあんたはどう考えてる？実際羽村が久米をやったと思うか、新谷先生。羽村はムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ、うん、ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろ。いや確かにね、海に捨てるとかね、多分死体も出てこない。コンクリで固めるとか、なんかそういう噂は聞いたことある。さすがは新谷先生、性格はあれだが弁護士としては超優秀だな。同感です。まさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ、どうかしたか？もし羽村が無実なら真犯人は別にいるってことだよな。あ？事件に白黒つけるんならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。俺らは羽村の弁護をするだけだ。弁護士の仕事は有罪とは言い切れないと証明するのみ。真実を突き止める必要はないってわけか。なら次はどう動く？もう少し被害者側の情報が欲しい。久米が拉致された時、一人で逃げた兄貴分がいたろう。まあ村瀬だっけ。強霊会組員村瀬明、あいつの話が聞きたいな。話ってどんな？久米が目の前で拉致された後、村瀬がどう動いたかです。仲間が拉致されてんのにその後何もしなかったのかとか。確かにこの夜村瀬が引き下がったままじゃヤクザらしくないか。さらわれた久米を助けに来るとかすんのが自然だ。
ただその事情を村瀬に聞くとなると、おいおい、今こんな時に協力会探れってのか。組員やられたばっかなんだぞ。そうだ、それこそ血の気だってるだろう。相当殺気立ってるだろうな。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。その集め方はお前らで決めろ。そういう話だったろ。簡単に言うけどな、構想真っ只中の組ってのは。そうだった、分かった、行こう海藤さん。ああ。どうするんだ、行くのか。まず協力会がカムロ町のどこにいるかだな。連中のアジトがあるはずだ。それは松金組に聞くのが早いな。松金のおやっさんなら知ってると思う。そうか、なら俺は遠慮しとく。波紋の身だ、のこのこ顔出すわけにもな。分かってるよ、もともと一人で行く気だった。後で連絡する。松金組事務所へ向かうと。はい、というわけでですね、本日の、ジャッジアイズ第3回目はこの辺までにしておきたいと思います。次回第4回目はですね、こちら松金組事務所へ向かうところから始めたいと思います。それではまた皆さん会いましょう。バイバイ。